ミローモスを回転させてみた。実験水槽。その4。これは、素人の思いつきで立ち上げた、実験水槽の、記録動画です。金魚水槽を立ち上げてから、1ヶ月くらい経過しました。マツモが成長しなくて、茶ボケまみれです。ヒーターなしで、水温が低かったのが原因かもしれません。他の水槽と比べて、ピンクラムズの成長が早いです。また変なことを思いついたので、後ほど、この水槽で試してみます。栄養槽がある、オイソスな水槽は濁らないようです。苔は生えません。正面ガラスは1ヶ月以上掃除してないです。水替えは5分の1の量を、立ち上げてから2回しています。沈殿槽は汚れていません。南沼エビが放卵して、チエビが生まれました。鉢底ネットで作ったヒーターカバーの上で、つまつましています。こんな状態でヒーターが作動したら、一瞬でプリプリに茹で上がるんじゃないかと心配です。生後8日目です。だいぶ活動的になってまいりました。チエビだけが入れる餌やり場を作りたかったのですが、失敗です。鉢底ネットの網の目をギリギリ通り抜けられるのが2匹いました。生後21日目でも、チエビは元気です。今のところ、死んだチエビは確認していません。この水槽なら南沼エビを増やせそうです。もしかしたらレッドビーシュリンプも増やせるんじゃないかと、調子こいた考えが思い浮かびます。ショートヘアグラスを育てるために、電球を LED から蛍光灯に変えて、CO2 も添加しようと思ったのですが、予定を変更して、このままの状態でレッドビーシュリンプを買うかもしれません。ソイル水槽も、足し水だけでほったらかし状態です。ソイル管の汚れは、滞りなく分解され、下に落ちていきます。ポーラスボールに引っかかっているオデイが目立ちます。などと、沈殿槽を観察している時に、侵入者を発見しました。前回、底面フィルターへの空気量を減らしたことにより、出水口からの侵入チャンスが生まれたみたいです。ポーラスボール槽に移動していました。ホワイトネットに生えている、茶ボケが主食みたいです。この侵入者が歩き回るおかげで、ポーラスボールに積もっていたオデイが、沈殿槽に落ちていきます。元気そうなので、放っておきましょう。息の良いミローモスが必要なので、採取します。掃除が面倒なので、水槽から出して、逆さにしてから切り取りました。このミローモスを、くるくる回してみます。ガラスロートを使用した、底面式ボトル水槽の動画を見ていたら、思いついてしまいました。水槽生物に、無害だと思われる材料を選びました。こんな風に組み上げて、釣り糸で結んで完成したと思ったら、うまく動かなくて、ファンの位置を下から上に変更したら動きました。このミローモスが、どんな風に成長するのか、観察していこうと思います。今年の夏も暑くなりそうなので、これらの材料で冷却ファンを作って、効果があるのか確かめます。牛乳パックと塩化ビニール板に、ホースを取り付ける穴を開けます。牛乳パックに PC ファンを固定して、ホースを取り付けて完成です。この、自作冷却ファンに効果があるようなら、ホースを2本追加して、3つの水槽に風を送れるようにしようと思います。これくらいの風が吹き出します。水槽に取り付けてみました。隙間から冷気が吹き出ています。
後ろはごちゃごちゃしてますが、無駄に分厚い大磯砂が隠してくれるので、気にしない気にしない。まだ水温が低いので、冷却ファンは作動させません。逆サーモスタットを買わなければならないほどの、冷却能力を期待しています。続く。